どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分が Amazon でお得に買い物ができるクレジットカードを紹介していきたいと思います。Amazon はただでさえ安く買い物できますが、クレジットカードによってはさらにお得に買い物が可能です。今回の動画ではユーザーのタイプに合わせて5つ厳選しましたので、ぜひ参考にしてください。1つ目は年会費無料で作成できるAmazon マスターカードです。その名の通り Amazon が発行しているだけあり、 Amazon でお得に買い物ができます。 Amazon マスターカードは無料会員とプライム会員とで発行されるカードが異なります。無料会員の人は Amazon マスターカードです。こちらは Amazon での買い物に対して 1.5% 分の Amazon ポイントが、 Amazon 以外では 1% 分が付与されます。ちなみに Amazon ポイントはAmazon での支払いに利用できるポイントです。一方プライム会員の人は Amazon プライムマスターカードが発行されます。こちらは Amazon での買い物100円につき2ポイントが貯まるので、還元率は最大 2% です。通常の Amazon マスターカードよりも 0.5% 還元率が高く設定されています。プライム会員の人なら Amazon の買い物はこのカードを使っておけば間違いありません。2つ目は JCB カードダブルです。39歳以下の人しか作成ができない年会費無料のクレジットカードです。 JCB カードは月間の利用額1000円ごとに置き時ポイントが1ポイントしか貯まりませんが、こちらは常にポイント2倍が適用されるため2ポイント貯まります。置き時ポイントは1ポイントの価値が5円にできるため、還元率は最大 1% です。ただし Amazon の利用ではポイントが4倍になります。つまり還元率は最大 2% です。現在39歳以下の人には一押しのクレジットカードです。ちなみに39歳までに作成すれば40歳を超えてもそのまま保有ができますので、どうしようか悩んだら作成しておくことをお勧めします。またポイントの4倍を適用させるためには事前にポイントアップ登録が必要ですので、必ずこちらを設定するようにしましょう。3つ目は三井住友カードゴールドナンバーレスです。利用するごとに 0.5% 分の V ポイントが貯まるクレジットカードです。基本還元率はお世辞にも高いとは言いませんが、年間100万円以上利用するとボーナスポイントとして1万ポイントがもらえます。もし100万円ぴったり使った場合、このボーナスポイントを含めた還元率は 1.5% です。100万円は Amazon だけでなく他のお店での支払いも含めた合計金額となるので、Amazon のライトユーザーにおすすめです。ただし、100万円を達成できない場合、さらには100万円を超えた場合は還元率が下がってしまうので注意しましょう。年会費は5500円かかりますが、一度でも年間100万円達成すると、翌年以降の年会費が無料になるので、ゴールドカードにもかかわらず、実質無料で保有できます。また、オリーブのゴールドカードも年会費や還元率、ボーナスポイントの仕組みが一緒なので、こちらでも代用可能です。4つ目はキャッシュです。キャッシュはクレジットカードではなく事前チャージ式のキャッシュレス決済になります。このキャッシュはクレジットカードからチャージが可能です。キャッシュはクレジットカードからチャージすると、利用ごとに最大 0.2% 分のキャッシュの支払いで利用できるキャッシュバリューが付与されますので、チャージ元のクレジットカードの還元率に 0.2% 分を上乗せできます。例えば先ほど紹介した三井住友カードゴールドナンバーレスからチャージした場合、還元率は最大 1.7% です。ただし毎月 0.2% 分のポイントが付与されるのは月間5万円までとなっていますので、注意してください。キャッシュにチャージできるクレジットカードならどんなカードでも還元率はアップさせられます。最後はゲゲゲの鬼太郎カードです。かなりマイナーなカードですが、こちらは誕生月の買い物が最大 5% オフされます。割引率は誕生月を除く11ヶ月の累計利用額に応じて決まります。10万円未満で 1%、 10万円以上で 3%、 30万円以上で 5% です。もし最大 5% が適用されれば、
Amazon での買い物も誕生月に限りますが、5% オフで買い物が可能です。ちなみに新規入会特典として利用金額が少なくても初年度は 3% オフが適用されますので、 Amazon で大きな買い物が決まっていれば初年度だけ利用してもいいかもしれません。番外編として D 払いも紹介しておきます。 Amazon では D 払いで買い物ができます。通常は 0.5% しか還元されませんが、一工夫することで最大 3.5% までアップさせることが可能です。毎週金曜日、土曜日は D 曜日が開催されており、エントリーして D 払いで支払いをすると、3% 分が上乗せされるため、最大 3.5% の還元を受けられます。D 曜日は最大 4% が適用されますが、Amazon では D 払いの D カード決済が利用できず、電話料金、合算払いしか設定できないため、最大還元率は 3.5% です。もしこの方法を利用して Amazon で5000円分買い物した場合は、合計175ポイントも貯まります。ただ、この支払い方法には一つ注意点があります。実は Amazon ではドコモユーザー、アハモユーザーしか D 払いができません。D カウントを保有しているだけでは D 払いできないので勘違いしないようにしましょう。また、もう一つ注意してほしいのは発送日です。Amazon では発送日が決済日となるため、もし金曜日、土曜日に注文したとしても、発送が日曜日以降になると D 曜日のキャンペーンが適用されません。発送日も計算しながら注文するようにしてください。では、最後にまとめます。自分の環境によっておすすめのカードが変わってきます。Amazon プライムの人はAmazon プライムマスターカード、ドコモ、アハモユーザーは D 払いといった感じです。 Amazon でお得に買い物をしたい人はぜひ今回紹介した5つの中から自分に合ったものを選んでみてください。個人的には JCB カードタブリは40歳以上になると作成できなくなるので、39歳以下の人なら作成しておいて損はないと思います。以上、今回は Amazon でお得に買い物ができるクレジットカードをまとめてきました。こんな感じで自分のチャンネルでは日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。 Twitter、Instagram もやっていますので、参考になったという方はチャンネル登録とフォローをよろしくお願いします。